墨田区は2014年度から区にゆかりのある浮世絵師葛飾北斎の作品を展示する墨田北斎美術館の建設工事に着手すると発表しました。2016年のオープンを目指すということです。墨田区では25年前からこれまでにおよそ1400点の浮世絵などを収集、建設計画を進めてきました。当初は今年度中の着工予定でしたが、建設資材の値上がりに加え予定地から土壌汚染が見つかるなどして事業費の見直しを進めていました。今回事業費はおよそ38億円となり、当初の見積もりをおよそ14億円上回る見通しです。墨田区では5億円を目標に民間から寄付を募って費用に充てたいとしています。2020年の東京オリンピックということでございますので、これに合わせてやるには今が私は一番いい時期だと。山崎区長はこのように述べ、計画を全力で推進していく考えを示しました。